さあ、オリックスですけども、今回のお話は中田翔ということで、今現在ですね、オールスター投票中ということですけども、最多得票を獲得しているのが、我らがオリックスの森友哉選手なんですけど、その森選手の高校の先輩、大阪桐蔭の OB である中田翔選手に関する記事が、オリックス絡みで、この間ですね、出ていたので、まあ、そこについてお話をしようかなと思っております。要は、無償トレードで日本ハムから巨人に移籍をしましたけども、その巨人に打診する前に、井の一番にオリックスに打診をしていたという記事内容でございました。一体ですね、そのあたり含めて真意はどうなのかとかお話をしていこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあね、その記事を見ましたけども、移籍先打診の一番手はオリックスであったというような話でございました。まあ理由としては、福良 GM が、そして中島監督が日本ハムで中田翔選手をこう指導したことがあるということで、まあハムでね、指導者として在籍をしていたので、その関係性もあって、オリックスに打診があったというような話でございました。実際にもその打診を受けてですね、GM とそして中島監督は非常に前向きに捉えていたそうなんですけども、親会社のですね、まあ、株式会社オリックスが、なかなかやっぱコンプライアンスであったりとか、リスクのところで認められずにっていうことで、別リーグのジャイアンツに移ったということでございました。まあ、中田選手としては、地元は広島ですけどね、高校時代を過ごした大阪で、しかも、大阪桐蔭ともオリックス非常に仲がいいというかね、ブラスバンド読んだりとかしてるので、まあ、その辺もあってのことだったんじゃないかなと思うんですけど、正直ですね、もうだいぶことが終わってからの話なので、オリックスとしてもですね、もちろんですけど、この記事について、いや、実はそうなんですよ、とか言うわけもなく、まあ、近藤健介選手が FA した時にね、松井和夫監督に憧れて西武とか、地元のロッテとかありましたけども、各球団それぞれね、この記事は、とかあんま言わなかったと思うので、まあ、オリックスがですね、これについて、あだこうだ言うことはまずないと思うので、正直、それが事実かどうかっていうのは、わからない 100% であるというのは間違いないんですけども、ただ一方で、オリックスならではの要素を考えたときにですね、まあ、なくもないのかなっていう話なので、まあ、こういう記事が上がったのかなというふうに思いました。で、オリックスならではの要素って何なんだっていう話なんですけどね。まず、大阪桐蔭の、まあ、コンビである森友哉選手とはね、年齢が6歳差なんですけど、要は球界を代表する選手が OB の後輩にいるっていうのがまずありますよね。そして、オリックスの中ではなんちゃって中田翔ということで、まあ、紅林選手がですね、非常にこう、フォームであったりとか、まあ、見てくれ自身がね、こう似てるっていうふうなことで、チーム内では話題になってるそうで、紅林選手がね、2年目のキャンプの時に大変身したんですよね。体重が10キロ以上増えてっていうところで、中島監督がなんちゃって中田翔っていうふうに言いましたけど、そういうこう話題にも上がってるのもありました。ただやっぱりね、一番の要素というと、やっぱりハムに在籍したことのある人がたくさんいるっていうことですよね。さっき言いましたけど、福良 GM が日本ハムではヘッド、中島監督は選手兼任コーチとしてですね、確かキャリア最長だったと思うんですけど、最後は日本ハムで引退してますし、そのまま速攻でコーチになってますから、中垣ヘッドも、ダルさんであったりとか大谷選手をトレーナーとして指導してましたし、小屋の選手はね、日本ハムで打点王を獲得して FA でオリックスに行きました。高橋コーチもですね、ジャイアンツに移籍をしたりとかありましたけど、まあ4番打ったりしてましたし、厚澤コーチも日本ハムでコーチしてましたね。入木コーチも選手時代日本ハムでプレー経験もありますし、松井さんとかもね、当時いましたけど、先発で2桁取って、抑えでセーブもたくさん積み上げて、そういう選手が FA でオリックスに来てくれたっていうのもあるんでね、実際入木さん以外は当時監督だった栗山さんとガチガチに被ってるんですよね。なので、まあオリックスにも声をかけたっていう、まあ憶測ではないんですけどね、そういう記事を作りやすかったっていう部分もあるのかなとは思いました。まあ大阪桐蔭のところもね、なんかこう現役の選手って見ても楽天の浅村選手がいたりとか、当時はね阪神に藤浪投手がいたりとか、西武にもね、おかわりくんがいたりとかですね、まあ、オリックスだけじゃなくてね、有名な選手というか実力者がたくさんいるので、逆を言うとここ最近ね、大阪桐蔭出身の選手で若手の選手でこうポッと出てきてる選手はいないので、割と中堅というかそのぐらいの年齢から活躍してる選手が多いので、まあ、そのあたり含めると何もね、森友哉選手いますけども、オリックスだけではないということですね。なんちゃって中田翔に関しては勝手にね、うちらでこう話題に
していたっていうだけなので、やっぱり一番の要素としてはハム関連というかね、日本ハムに在籍をしたことのある人材がたくさんいるというのもあったんじゃないかなと思います。今言った3つはですね、本当に個人的なオリックスならではの要素なのかなと思ったので、その記事を作った人がですね、どういう背景で言っているのかはちょっとわからないんですけど、実際にオリックスに打診をして断られて、栗山監督のホットラインであるジャイアンツに直談判して無償でトレードをしてもらったっていうような内容でした。で、ホットラインってね、要はズブズブとまでは言えないですけど、非常にこう仲がいいというか、そういう感じのところですよね。で、今のオリックスで言うと、日本ハムであったりとか、よくトレードするのが中日とか阪神なのかなと思うんですけど、あとはね、水本ヘッドとか、そういうコーチが在籍してる広島とかもなんか仲がいいのかなっていう印象ですけど、そういうことになります。で、試しに、栗山監督のこのホットラインっていうのをちょっと調べてみようかなと思ってですね、巨人とオリックスっていうような話だったんですけど、一番こうわかりやすいのが、首脳陣とかで元どこどこの人が多いとか、あとはこの球団とトレードが多いとかなのかなと思ったので、パッと調べてみました。で、栗山監督の時はですね、やっぱこう日本ハム関連の人材がすごく多かったので、一番こう目安として分かりやすいのがトレードなのかなと思って調べてみたんですけど、2012年から約10年間ですね、指揮を取った中でトレード行われた球団それぞれ、回数別でちょっと多い順で並べてみたんですけど、ジャイアンツがぶっちぎり多かったですね、4回ということで。ただそれ以外にも、例えば DeNA にもですね、日本ハムで糸井選手を指導したことのある大村コーチがいたりとか、あとは2回ねトレードしてるヤクルトもですね、増渕さんが元日本ハムで現在ねスカウトしてると、しかもすごい偉めなところに行ってると思うので、関係性としては全然あるのかなと。で、オリックスはね、知り合いがめちゃくちゃ多いっていうのと、楽天に関しても、浅村選手、中田翔選手の1個下とかだったんで、森選手よりも全然、大阪桐蔭コンビって言えるんじゃないかなと思いました。で、あとはロッテもね、吉井コーチが日本ハムで、指導したこともあるっていうので、割と各球団それぞれ理由っぽい理由は言えるので、巨人とオリックス以外にも、なんかそういうラインみたいなのはあったのかなとも思ったんですけどね、この辺は正直わからないです。結果ですね、中田選手はジャイアンツに行ってしまったということなんですけど、移籍してからね、どういう活躍があったのか、去年ね、ゴールデングラブをジャイアンツで取ったりとかですね、ホームランも24発打ってますから、エースも 0.833 ということで、主軸としてがっつり張ってますし、今年に関しても、打率3割9厘、これ規定には載ってなかったんですけどね、ホームラン8発と、ジャイアンツの中では2番目の多さですよ。OPS も、約 0.9 ですし、長打率なんてね、めちゃくちゃ高いですよ。で、この間ね、交流戦でオリックスと試合をしましたけども、唯一ですね、吉野からマルチ安打を打ったのがこの中田さんでございました。どうしてもね、中田さんってパワーを見られがちなんですけど、守備はむちゃくちゃうまいし、なんていうんですか、ミート力みたいなところもですね、今年に関してはちょっとえげつなかったなっていうのが、この吉野が登板した試合を見て思ったことだったので、言わずもがなの選手ですよね。で、万が一ですね、これあくまで妄想になりますけども、大将が、中田さんが、いる世界戦、今のスタメンで組むと、こんな感じで組めますせっていうことですよね。もう一人、あと一人核となる選手が加わるだけで、これだけ打線に厚みが増すっていうね。もちろん怪我人とか1年間ありますからね、出るのは出るんですけども、3番森、4番中田、5番頓宮なんてね、打順はちょっとイカついというか、相手からしたらちょっと気がめいるような打線をね、形成できたかもしれないってことだったので、改めてですね、お話をさせていただきました。ということで、今回のお話はですね、無償トレードで日本ハムからジャイアンツに移籍した中田翔さん、もともとはオリックスに一番最初に声がかけられたということで、その背景と、もしオリックスにいたらの世界戦についてはお話をさせていただきました。その無償トレードの噂がなった時にですね、オリックス来るのかみたいなんで、その時もね、ハム在籍者が多いっていうのが理由でお話をさせてもらったんですけど、コメント欄見るとね、圧倒的にもういらないと反対だっていう人が非常に多かったので、ここに関してはね、来なくてよかったと思う人もたくさんいるんじゃないかなとは思うんですけど、実際にねこういう記事があったのは事実なので、そのあたり含めてですね、何かもし思うことありましたらぜひコメント欄を通して教えてもらえたらなというふうに思います。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録とそしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。